はい、こんにちは、トールと申します。アニメ薬屋の独り言の8話を視聴しました。里帰り中の人騒動、なかなかに面白かったと思います。今回もアニメ視聴者視点で感想考察注目点を共有してみようと思いますので、よろしければお付き合いください。まずは振り返っての全体感想から言ってみましょう、ね、第8話は麦わらですね。はい、麦わらって言ったら麦わら道同士のイメージなんですけど、時代感的にね、今回はストーローとなっていた麦わらが出てきました。はい、物語としましてはね、里帰りしてね、ようやく実家を満喫していたマーマーのところに事件が舞い込んでしまうわけですよ。でこの事件自体は、まあ、無理心中ではなく、まあ、心中未遂に思われたんだけど、不自然な点っていうのをね、つなげていってですね、実は殺人未遂だったっていうところにね、話がつながっていきます。このあたりはね、マオマオのさすがのね推理力でね、解き明かしていくストーリーにはなってるんですけど、そこからね一歩やっぱ進んでですね、じゃあ今回のことが殺人未遂だったとして、誰がどこまで意図的に関与していたのかに関しては結局闇の中なんですよね。これがまあマオマオがですね、警察でもなく、また依頼された探偵でもなくね、単純に薬屋であって、この作品っていうのはあくまでも薬屋の、独り言に過ぎないというね、構成になっていたと思います。まあ事件自体はね、まあその本編の中で丁寧に説明してくれていたと思いますが、まあやっぱ見どころとしましてはね、はい、麦わらストローですよね。タイトル回収ではありますが、紅を崩さないために女性がね、麦わらをですねストローと使って、飲んでいたのをですね、うまく利用して、はい、ストローで層を分けることによって毒を避けて飲んだと。それによって、まあ、相手が安心して毒のお酒を飲んでしまったっていうストーリーになってました。はい、これがねやっぱりねこの作品らしいと言いますか、つまりですね、この毒味役が相手を殺そうとするっていうね、この意図のストーリーってちょうどねマオマオがね、こっちに来る直前の事件ですね。そう、第7話ってリューシフィの話がちょっと出てたじゃないですか。であれって切り方がちょっとですね中途半端に見えるんだけど、こうやって見ると7話8話をセットしてね、見ていくとですね、まあ毒味役というね、まあポジションの人間の行動によってですね、まあ相手を殺しかける殺しかねない、行動になっていたっていうストーリーとしてはね、結構つながってくる部分があるんですよね。はい、リーシュヒの事件自体は終わってはいないんですが、今回の事件だって解かれたわけではありませんので、はい、闇が潜んでるというね、まあつながりが感じられたんじゃないかと思います。まあ他にもね注目点は結構多くてですね、まあ親父さんの優秀さよね、一目見て全てを見抜いてしまうっていうね、まさに師匠って感じがしたんですけど、他にもマーマオ自身のね、事情なんかについてもね少しだけ明かされました。ただこの辺りに関しては多分ですね、今後ね、またこうどんどんね明かされていく描写だと思いますので、とりあえず今回は興味深く覚えておいたらいいかなというふうには思います。で、その上でやっぱりね個人的に今回一番ね注意を引いたっていうかね、見どころっぽく思ったのはね、やっぱりねカムロの少女ですよね。彼女だけ今回の話の物語の中で少し異質な空気を、漂わせていたわけですよ。でこれがまあ例えば超重要人物でね、後々マーマーと深く関わってくるみたいな、そういう話というわけでは多分ないんですよ。この少女は多分もう出てこないんじゃないかなと僕は勝手に思ってるんですけど、じゃあなんでこんなに異質やったかっていうと、この子ねすっごく頭が回ってね、賢いわけですよ。でそしてですね、一部のね能力に関してはおそらく信頼されてるのよ。さらに言うならですね、同情されるだけの境遇を持っていると。はい、このねいろんなことをまあ総合してみると、多分この少女自体がですね今回の事件の絵を描いた部分が間違いなくあるのよね。で、そこを加味した上でですね、やっぱりその同情されてはいるんですけど、結局今回マーマがいなかったらこの少女どうなってたんって考えると、悲惨な運命をたどっていたわけで、これねそのどっかで聞いたことありません？この少女の境遇って場所が高級と召喚が違うだけで、マオマオの境遇に結構近いものがあるのよ。で、そんな少女が今回最終的には実行犯になるところをですね、体を張って止めたのもまたマオマオなわけで、
まあ2人のね少女のバトルが始まってしまったわけではあるんですが、これもすごく皮肉さをね込めた上で数奇な運命だったなというふうにも思います。はい、この部分がねやっぱり小さな少女が人を殺そうとするしね、またまあまあぐらいの少女がですねそれを止めてね、必死でまあ力を持って止める形もねなんかね高級も花町も含めてね、闇を感じたと思います。この彼女のね、異質な立場みたいなものっていうのはね、まあ高級におけるまあまあまあですね、高級においてはまあまあがある意味このカムロと同じような異質な、立場にいるんじゃないかなと思わせる描写。今回まあまあ自身もですねこう花町にね戻ってきてね華やかで、で安心した気持ちにはなっていたけど、でも、結局はそれはね、虚構であり毒をはらんでいて我々をまあ取り囲んでいるね、鳥籠であることをね、自覚していました。はい、そこに住んでいればそれはねいずれまた毒をはらんでくるよというストーリーはまあこの作品全体でね高級と花町の、共通部分っていうところと、そこに置かれているマオマオと、今回のカムロの少女遊郭とかでまあ幼女を働かされている幼女のことをカムロっていうみたいなんですが、はい、こちらの少女とこう共通する部分がね描かれていたのはすごくこの作品らしいなと感じました。でその上で、ね、やっぱねこの作品エンタメだから見やすく作ってるのよ。ね暗く終わるんじゃないんですよね。でごまかして終わるわけでもないんですよね。おちゃらけと終わるわけでもなくてですね、何で締めるかって花町の話をリハクで締めるのよ。これ間違いなく怖い話なのよね。その真面目にそのお金を稼いでですね出世街道を爆心中していたリハックさんがですね、たった2晩ね、以上と過ごしただけでまあもう今後はずっとねお金を絞り取られ続ける人生が待ってるわけで、これ間違いなく召喚の持ってる闇と怖さがもう濃縮されてる絵面なんだけどね、それをねやっぱりねその楽しく描いてくれるし、で怖さはごまかしてないのよ。でもコミカルではあるのよね。これがねなんかこの作品のエンタメとしての締め方だなというふうに感じました。まあパイリン姉ちゃんと2晩過ごしたんだと思うので、一夜の夢というまあね、フレーズはあるんですが、こう2晩だとどういうカリキュラムというかね、内容になってくるのか若干気にはなりますが、はい、まあね高級議場をね、相手したことがある人はちょっとプログラムを教えていただけると嬉しいですが、ともあれ、今回まあ里帰りただの里帰りではなくてね、まあマオマオ側に共通する部分花町と高級のね、闇なんか含めてですねすごくいいね、まあ照らし合わせ方になってたかなというふうに感じました。ではちょっとね注目ポイントを気ままに話していきたいと思います。まずはねマオマオの実家でしょうか。はい、今回のエピソードは前回ね里帰りしたマオマオがまあいつも起きて目を覚ましていた、そんな布団で目を覚ますところから話が始まってます。はい、部屋にねいろんな薬品とかね薬草とかこう干してあって、これさそのうちマオマオの高級の部屋もこんな感じになってくんじゃないかなと予感されますよね。で親父はね、もう朝から薬草狩りに出てしまっていて、で留守になってたからこそマオマオは事件に巻き込まれちゃったわけですね。普段なら薬屋が留守してるタイミングをね、見計らってね、カムロの女の子やってきたわけですから。さらには、彼女はですねちゃんと説明する間もなくマオマオを連れ出すわけですよ。はい、こんな小さい女の子やと連れて行ったとしてもですねそれはあたふたしてるだけでね、さらに時間を稼いで二度手間をね、発生することができると考えていたんだと思うんですけど、まあそうはいかないわけで、はい、今回のストーリーっていうのはマオマオがなんでこんなに優秀なのか、薬師として薬屋としてなんでこんなに知識があって優秀なのかっていうところがね、すごくよく分かっていた回だと思います。ただ単に知識をね、教えてもらうだけじゃなくてですねこう推理というかその先を指してね、見通す力まで持っていたことがよく分かりました。もちろんですね人を助けるときにはね、本気で薬師としてですね薬師として、命を救命活動してました。それこそ毒でね、倒れて死にかけてる人間にまあ人工呼吸するのって結構勇気のいる行動だというふうには思うんですけど、このあたりもねしっかりとね、手慣れていましたね。はい、
まあで、まあ言ったら親父さんがね、届きからはですね、すべてを見透かしてですね、こう、マオマオに勉強をすると。マオマオは小さい頃からこれの英才教育をずっと受けていたわけですね。薬のね、勉強だけではなくて、ね、その症状とか状況からですね、どういった毒で苦しむことになったのかみたいな動線を推理させるようなね、英才教育を施していました。はい。もちろんですね、親父さんはですね、まあ事情に踏み込むことはしないように、まあまあに助言していたところも、彼自身のね、多分教育方針だと思われます。ただね、そのじゃあすごくいいね、その教えをずっと授けてるかっていうと、多分ちょっとそうじゃなくて、親父さんは親父さんであんまり深入りしないね、スタンスだからこそで、あのお金は受け取ろうとしないわけですよ、あんまりね、そう、でそれに対してはまあ結局お金でカツカツになってるから、まあまあがね、いやいや親父支払いがねできてないだろうと、そういうことでしっかりお金を受け取るみたいな形になっていてですね、ここはね、ある意味その親父に対する反面教師的なね、役割がまあまあに伝わっていたのかなっていうのももちろんあるし、またですね、多分なんですけど今回の下りね、はい、召喚のおばあちゃんがね、気を使ってくれてるみたいな話をその後、メイメイ姉ちゃんでしたっけ、と一緒にね、話をしてる時にですね言われていてですね、これはねなんか親代わりがね、まあほとんどはこの親父さんがねやってくれてるんだけど、このおばあさんもある意味ね、ちょっと親代わりになっていてですね、そのお金に対する強欲さというかしたたかさみたいなものはですね、まあまあこっちから、学んでいたのかなと思わせるようなね、そういう役割ではありました。あとはまあ高級の話が出た時にね、前回親父さんが因果かみたいなことを言っていて、それに加えて今回もね、そのお風呂でですね、こう離れには寄ったのかと聞かれて、後から寄るって言っていましたので、はい、まあ離れと言われる場所にですね、おそらくまあまあの関係者っていう人がいてですね、はい、ちょっと画面を明るくしてみたら、まあちょっとね、なんか誰かが寝てるのよ。とするとまあ高級絡みでまあまあの実のね、親がまあ何らか寝込むことになってしまったのか、それともまた別のことがあるのか、ちょっと分かりませんが、ともあれですね、ちょっとやまあまあ側の闇というかですね、そう、ちょっとやっぱり人種が心配してしまうぐらいには、その自分に対する頓着のなさみたいなものがまあまあにはあるのよ。それこそ今回のね、カムロの少女にも近いようなものがね、まあまあにはもともとあって、でそのための謎がまあ今後多分解き明かされていくのかなというふうには思うんですけど、ね、このあたりはねちょっと気になりますね。高級に戻ってきてからの一幕はね、本当にずっと楽しかったですよね。はい。まあ楽しいすれ違いコントと言いますか、なんだかんだでやっぱりマオマオはね、すごく人に、恵まれたなというところはよくわかりますし、ご立腹の人種とマオマオでね、ギャグが展開されていました。はい。もういじける人種さんがね、わかりやすく可愛くね、書かれていましたし、またですね、マオマオ自身がかんざしの意味をやっぱりね、はっきりとは分かってなくて、単純に保証人をね、得るためのですね、交渉のきっかけとしか思ってないんですよね。ですのでリハル君に対してですね、こうメリットを提供する必要があったという話をしてですね、それを受けた人士がですね、こう勘違いをするというストーリーですね。一夜の夢に喜んでいただきましたとね、自信満々にこういうマオマオではあるんですけど、マオマオ自身がね、それを提供したということに勘違いした人士が、まあ文字通り完全に固まってしまう、ストーリーになってました。はい。あのさ、マオマオがなんだかんだでこう固まってショック受けてる人士に対してね、なんかそれっぽい感じで気を使ってるようなことは言うんだけど、結局固まったままだから、じゃあ失礼しますって言って去っていくところがね、非常に面白かったですね。やっぱりそのまあ言ったらマオマオってこの高級に帰ってくるまでは察しが良すぎる子だったわけですよ。ね、それがマオマオの危うさにもなっていたわけで、ただ今回も含めてやっぱり自分のことに関してはね、無自覚さというか無頓着さがね、目立つ部分、逆に言うなら人種もですね、他の人間関係は多分すごくそつなくこなしてるんだけどね、一人称がね変わってしまっていたりだとかね、明らかに動揺していたりとかね、マオマオをこうね、相手した時には全然いつもの人種とねひっくり返って反転してしまってる、形になってまして、やっぱりマオマオが特別であることが、よく分かってきます。で締めがね、やっぱねカラカラと笑う玉葉碑でね、
締めるところも面白いですね。いや、この人は本当にね、賢いしね、可愛らしいし、そしてね、悪い人ですよ。はい。なかなかにいいオチをね、飾っていたかなというふうに思います。このやっぱ一幕があるからこそ、見た後の充実感というかね、満足感がすっかりね、感じられるので、やっぱりよくできたね、エンタメだなと、まあ、たびたびね、感じられますね。その他ちょっとした注目点を見ておきましょう。まずはですね、まあまあまあのね、実家の近くに咲いていた、花ですけど、こちらはホトトギスでしょうね。はい。その後の召喚でもね、窓際にホトトギスの花が、置いてありましたので、この辺りは何らかのね、意味合いを取ったりする人もいるんじゃないでしょうか。まあ僕はね、その食べられない花言葉の知識とかね、食べられないこう草花に関してはね、あまり、こう知識がありませんので、いろいろとね、深読みするのも楽しい要素だとは思います。ちなみにですね、今回薬草畑のね、近くというかですね、まあ多分家の周りにも生えているというかね、親父が植えてたりしてるんでしょうね。出てきていたところにですね、ツワブキがね、映ってました。これは結構その民家とかにもね、普通に生えてるかなというふうには思います。フキとはちょっと違って、一応食べれるんですけど、食べるんだったら春先にね、3、4月に若い葉っぱを食べるんですけど、このツワブキ自体は薬草になりますので、基本的には炎症を抑えるらしいです。なんかね、この生の葉を炙った後にすりつぶすと、まあ、やけどとかに効くらしいんですけど、なかなかね、ちょっと自分の体でね、実験してみたいなと思ってはいるんですが、なかなかのその機会にね、ないので、次やけどしたら試してみたいなというふうに感じてる、そんな感じのツワブキです。ちなみに、花が咲くのが秋から冬にかけてですので、やっぱりもう夏は終わって、ね、寒さの厳しい冬が来てるんだなっていうところも、季節感的にはね、ぴったりだと思いますね。あとはですね、まあ、今回召喚に出されたお菓子もね、ちょっと美味しそうだなと、思いました。まあ、お菓子に関しては僕は全然ね、詳しくありませんが、まあ、なんかモデルのお菓子が、あるんだとするとですね、まあ、詳しい人は知ってるかもしれませんね。やっぱこういう小物一個一個見ていくのがね、とにかく楽しいですよね。そんなわけで今回は8話について話をしていました。やっぱり個人的にはね、マーマーとカムロの女の子の共通項についてね、印象的だったなと思います。皆さんの感想や気づいたことなんかもコメントいただければと思います。はい。特にね、やっぱね、その歴史観とか食事とかね、小道具ね、ずっと楽しいので、はい。みんなでシェアできると、よりね、こう満足度上げていけるんじゃないかなというふうに思ってます。このチャンネルでは僕が楽しんでる作品にスポットを当てて、作品を好きな人の満足度を上げたりだとかね、作品自体の価値を高めたいという思いで動画やライブ活動をしてますので、今後ともお付き合いいただければ幸いです。それではまたの機会にお会いしましょう。遠山徹でした。